い世界に一人立っている。私の名は小林、財団に籍を置く博士の一人であり、現在は SCP-444JP の実験の真っ最中である。あたりを見渡せばどこまでも赤い平原が、そして頭上には夕焼けよりも赤い空が広がっている。SCP-444JP の報告通りの光景である。深呼吸を一つして、心拍数、呼吸、そしてわずかな筋肉の動きから心身ともに正常であることを確かめると、まず左足を踏み下ろし、次に右足を軽く上げ、地面に下ろした。小さな超新爆災却。赤い平原に亀裂が走った直後、爆撃を受けたかのようにクレーターができる。これは両足から時間差で発生する振動によって地面を破壊する技で、習得には、時間に及ぶ修練が必要だ。体の動きにも問題はなさそうだな。クレーターの中心で軽く体操をすると、はぜた地面に転がる小石を懐いっぱいに詰め込んだ。この実験ではこれが文字通り命綱になる。そうしている間に、ふと自分が鳥のように空を飛べるのだと、気づく。これも報告書通りだ。やがて被験者は強い欲求に従って空を飛ぼうとするのだろう。しかし私は、そんなものがなくても空を飛べるのだと、知っている。左手に小石を一つ噛みして足に力を込めた直後、いくつかのことが同時に起こった。まず左足、ついで右足が地面を離れる。飛んだかのように見えるが、これ自体はただの跳躍に過ぎない。次に左手を力強く振り下ろし、そして手に持っていた小石の一つを地面に向けて投擲する。この動作により鉛直方向に対し作用、反作用が発生することは物理学の素養を持つ者にとっては自明の理であろう。さらに地面に向けて高速落下する小石を左足で踏む。そして跳躍。この一連の動作によって得られる反作用の合計は空気抵抗を無視することで、削除済み、ニュートンに達し。結果として時速約、キロメートルの推進力を得ることが可能となる。すなわち、20反作用空補術。わずか1秒にも満たない時間で全ての動作を完了する必要があるため、有能な人間の集まる財団内ですら行使できる人間は限られる、それほどに困難な技の一つである。数歩で十分な高度に到達したことを確認すると、小石をやや後方に向けて投げ落とし、同時に前方へと跳躍する。20反作用空補術によって頭上以外の方向へ移動するためには文字通り血が滲むほどの修練が必要となることは、あえて言うまでもない。しばらく歩を進めていると、やがて前方より強烈な殺気が迫ってくる。巨大な、赤い鳥だ。つい先ほど食らわせたはずの摩擦熱切断手刀。押し付けた手刀を高速ですりつけることで鋼鉄すら切断するほどの高熱を発生させる技だ。による致命傷が嘘のように消えている。赤い巨鳥は血走った目をこちらに向けて、今度こそ食らってやろうと大口を開けて突っ込んでくる。私はにやりと笑い、幻想世界で巡り合ったライバルに向けて実験開始を宣言した。待たせたなぁ。第、ラウンドと行こうじゃないか。